はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、勉強した気になるなということでお伝えしていきたいと思います。で、ちょっとこの動画を作ろうと思ったきっかけなんですけれども、ある方から、まあ、受講師さん以外の方なんですけれども、まあ、無料の3問を、ご覧いただいている方から、まあ、メールいただいたんですね。で、その方はもう何度か、受験試験に落ちている方なんですけども、まあ、その方は、まあ、動画、YouTube の動画を見て、まあ、勉強してますということで、メールいただいたんです。で、私自身この勉強に関する動画ってあんまり見ないんですよ。ニュース系の動画をよく見るんですけども、勉強系の動画って見ないんですね。ただその方が、まあ、こういった動画見てますということで、ちょっと見てみようかなと思って、まあ、見てみたんですね。そしたら、まあ、すごくわかりやすいんですよ。すごくわかりやすい。ただこれで勉強していても、もしかしたらこれ合格できないんじゃないのかなって思ったんです。もちろん勉強はしてますよ。その動画はすごくわかりやすいので、すごく勉強にはなるんですけれども、実際それを勉強して問題が解けるようになるのかというと、どうだろうって、そこは私は疑問だったんですね。で、実際その方はその動画を見ていて合格はできていないわけなんですよ。ということは、勉強はしてるけれども勉強した気持ちになっているだけなんですよね。まあ、その動画がどの動画なのかっていうのは、その動画を作っている方の、まあ、批判みたいな感じになるのが嫌なので、まあ、そこはちょっと、伏せさせていただくんですけれども、何が言いたいかっていうと、勉強の動画を見たから、じゃあ本当に勉強できているのかっていうと、まあ、そうじゃないんですよってことをお伝えしたいんですね。何が言いたいかというと、勉強の動画だったりとか、テキストとか読んでいる方の中でも、実際それが点数につながらない、勉強した気持ちになっている、そういった方が非常に多いので、その点を注意してくださいねっていうことをお伝えしたいんですね。で、まず、まあ、勉強って何なのか、まあ、いわゆる勉強の定義ですね。これは私自身が思っている定義です。私自身が考えている定義で言うと、解けなかった問題を解けるようにすること、これが私自身勉強だと思っているんですね。じゃあゴールって何かっていうと、まあ、試験に合格するっていうのはもう最終ゴールですよ。ただその一歩手前としては、解ける問題を増やしていく、これができればもっと上のゴールである試験に合格できるっていうところまでいけますよね。なので、とりあえず解ける問題を増やすってことを、まあ、一つのゴールにします。そうした時に、ある問題があった時に何が分かればこの問題が解けるようになるのか、これを考えていただきたいんですよ。例えば、ある単語の意味がわからない、これがわかればその問題解けるようになるだったりとか、具体例がわかれば解けるようになる、イメージが湧けば解けるようになる、ある流れがわかれば、まあ、手続きだったら流れがありますよね、まあ、流れがわかれば解けるようになる、まあ、その問題に応じて違うんですよね。この何がわかればの何っていうのは、問題に応じてやっぱ異なってきます。で、もし単語の意味が分からなくて解けていない、単語の意味が分かればこれ解けるんじゃないのかっていうのであれば、単語の意味を調べたらいいわけですよね。で、それが分かって、あ、この問題解けるようになったというのであれば、もうそれはそれで OK なんですよ。別にこのあたりを勉強する必要ってないんですよね。もちろん勉強してもいいんですけども、限られた時間の中で合格まで持っていかないといけないということは、できるだけ短時間で一問一問頭に入れていかないといけないわけですよ。で、しかも一回勉強しただけでは頭に入りません。これはもう天才じゃない限り難しいんですね。もう何回も何回もやっぱり復習は必要です。私自身記憶力があまり良くないんですね、正直言うと。なので、もう7回とか場合によっては10回とか復習します。なので、勉強の計画を立てるときに、もう前提として7回ぐらい勉強することを前提とした計画を立てるんですよ。まあ、ちょっと話は脱線しちゃったんですけども、とりあえず何が分かればこの問題解けるんだろうっていうことを考えながら勉強を進めていく。で、その上で、あ、この動画を見たらこれ解けるようになるなというのであれば、その動画を見たらいいです。で、しかもその動画の中のおそらく一部分だと思うんですよ。なので、その一部分だけ見るっていう感じがいいです。その方が効率がいいんですよね。例えば20分ぐらいの動画あって、その動画をダラ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 見ちゃったとしても、時間がもったいないんですよ。知りたいことを知れればそれで OK じゃないですか。多くの方がそれやってないんですよ。
多くの方がとりあえず動画を見るみたいな感じなんです。まあ、もっとわかりやすく言えば、学校に行って学校の授業を聞く。まあ、こういったイメージですね。まあ、動画は学校には行かないですよ。動画を見るっていうのはもうおそらく自宅とか、職場とか、まあ、そういうところで見るわけですよね。なので学校には行かないんですけども、まあ、講義を聞くっていう上では同じなんですよ。で、その時にちゃんと目的意識を持って動画を見ていますか？予備校生であれば予備校の授業を聞いてますか？ってところがすごく重要なんです。この目的意識がない状態で動画を見たりとかテキストを読んだりしたとしても、それでは実力って全然上がってきません。勉強した気持ちになっているだけなんですね。もうこれやってる方すごく多いんです。なのでよくお客さんから、どれくらい勉強したら、何時間勉強したら合格できますかって聞かれるんですけども、目的意識を持たずに動画を見てたりとかテキストを読んでたりしたら、どれだけ時間があってどれだけ勉強したとしても合格って難しいです。これは勉強した気持ちになっているからなんですね。結局は勉強してないんですよ。まあもちろん多少は勉強はしますよ。多少は。ただ効率がすごく悪いんですね。まあ小学校とか中学校みたいな感じで勉強することが仕事っていう方であれば、それでも全然いいと思います。ただこの動画を見ている多くの方は仕事をしてたりとか育児をされてたりとか家事をしてたりとか、まあそういった方が多いんですね。なんで時間がない中で勉強時間を作って、で合格まで持っていくってことをやっていかなければいけないわけなんです。そうなってきたら、この目的意識を持たずにやっていてもなかなか実力が上がりませんよ。なのでその点はぜひですね、注意していただければと思います。すごくわかりやすい動画だったとしても、それを見た後にじゃあ自分自身で問題解いて解けるのかどうか、それをぜひ確認してみてください。解けるのであればいいと思います。解けないっていうのであれば、その時間っていうのはあまり有効な時間じゃなかったっていうことなんですよね。あくまでもどの問題を解くためにこの動画を見ているのか、テキストを読んでいるのかっていうところをちゃんと明確にして、ぜひ勉強を進めていっていただければと思います。まあ、ちょっとこれ私事になるんですけれども、私自身ですね、文字を読むっていうのがあまり得意じゃないんですね。なので、まあ、あのテキストとか参考書とかを全部読んだってことは、まあ、これまでですね生きていてないんですよ、一度も。それでも大体試験には合格してきてます。で、それはなぜかというと、まあ、結論から言ったら容量がいいんですよ。周りからも言われます。容量がいいねっていうのは言われるんです。で、その容量がいいってどういうことかっていうと、常に目的意識持ってるんですよ。ゴールを見てるんですね。で、そのために必要なことって何なのかっていうものを考えて、最短ルートで勉強していくんですよ。そう考えた時に、テキストを初めからずっと読んでいくっていうやり方は、私は違うと思っているんですね。まあもちろんこれね、読める方だったらいいんですよ。最初から最後までザーッと読み続けられる、そういった能力がある方はいいんですけども、私はそれがなかったんですね。昔から本を読む習慣がなかったんです。漫画の本も読まなかったんですよ。まあ今でも漫画の読み方ってちょっとわかんないんですよね。縦に読むのかちょっと横にこう読むのかってあんまわからないんですよ、正直言うと。まあだから漫画は、まあ、昔から読んでないし、今も読んでない。で、小説とかもやっぱり読めないんですよね。あと参考書とかも、すごく長くなると読めないんです。もう何ページもずっと読み続けるってことができないんです。だから私は、ある問題があった時に、あ、これがわからないから、じゃあこれをわかるようにするために必要な部分だけ読むんですよ。で、それを続けていくことによって、あ、これっていうのはこういうことを言ってたんだなとか、どん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 理解が深まっていくんですね。一回だけでは、そのつながりっていうのは見えてこないんですよ。ただ何回か復習していると、どん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 つながりが見えてくるんですね。で、結果としてそれが実力になってくるんです。なので、常に勉強するときは、目的意識を持って、ぜひ勉強していただければと思います。そうしない限り、結局、勉強した気持ちになって、結局問題解けない、点数が上がらないってなってしまいますんで、その点ぜひ注意していただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。